V6、嵐、スノーマンダの楽曲を手掛けた、光子と音楽家の石津隆氏、死、50、が23日、自身の X、Q、ツイッターを更新。無期限で、同を休止することを発表した。石津氏は、スマップ、時を、OK、嵐な、旧ジャニーズ事務所所属アーティストの楽を多く手掛け、スノーマンのデビュー曲、DD の作曲、編曲を通したことでも知られる。 旧ジャニーズ以外も、エブリーリトルシング、浜崎あゆみなど多くのミュージシャンの制作に携わっていた。投稿では、突然のご報告、なりますが、私ひかりは、諸般の事情により、本日より、期限活動休止とさせていただきますと報告。各作家の活動休止など、ほとんどの方には関係も、響きもないお話かと存じますが、もしも、 私の曲、少しでも楽しみにしてくださる方がいら、やったら、大変申し訳ございません。自分は音、が、何より音楽を作ることが大好きで、天職だ、思っています。必ず復帰しますとした。無期限、する一方で、復帰時期については、なお期限は、に設定しておりませんので、多分大体、後日あたりには再開します。 全然やばいんで、非かもしれませんと即復帰の見通しを示し、だけに、フォロワーからは、びっくりしたーも、明日戻ってきてください。最後まで読んであん、しました。明日の復帰お待ちしてますなどと、メントが寄せられた。